ピープレイタイムハウス、ゲストの皆様こんばんは、小田健です。さあ今宵は海外のスマホアプリゲーム実況プレイしていこうかなと思います。なんか海外でさ、このハギワギすごい空前の大ブームだよね。日本でもちょっと来てるみたいなんですが、スマホアプリのホラーゲームが出ております。でちょっとね、なんか面白い要素もあるみたいで、そしてポッピープレイタイムハギワギはさ、おもちゃ屋で逃げてたじゃん。これはお家で逃げ惑うみたいな感じですね。それでは行きましょう。スタート。何これ、呪いの文化のようにテキストテキストテキスト書くな。やっていこうかなと思うんですが、これ幽霊っていうのは自分が見えなくなるみたいな感じだよね。ハギワギに僕が見えなくなると。はい。クラシックが普通なのかな。じゃあこれで行きましょう。はい。絵柄可愛いですね。パート1。え？ちょ。別ゲーかと思った今。完全に俺釣りにあったのかと思った。違いますね。海外特有のあの広告がいっぱいあるゲームですね。はい。やっていきましょう。引きずられちゃってんじゃん。なんで？俺何したの？ポッピープレイタイムハギワギに何したの？はい、パート1。ハギワギっていう名前なんですね、あの子は。さあ、今回は、家でハギ、え？何してんの？どいて？そこ。これなんかするとこじゃないんだ。なんかさ、あの、ポッピープレイタイムハギワギは、おもちゃ屋のエントランスに突っ立ってたじゃないですか。で、時間経過したら、こいつが、あの、エントランスからいなくなるみたいな、それで襲ってくるっていう流れだったじゃん。これ、今、それ、ややこしい。はい。そんな感じで、こやつはエントランスにいるみたいな感じで、こう、止まってるんですかね。後で僕を襲ってくるみたいな。はい。今は止まってるけど、後で動き出すみたいな感じなのかな。はい。なかったな。はい。え？自分の手めっちゃリアルじゃない？ベッドもなんか、マイクラのベッドみたいな色してるしさ。何よ、これ。あなた、はい、この子にやる、足音が聞こえる。はい、じゃあちょっと開けてきますね。はい、あ乱暴ですね、主人公。はい、自分を隠すように、これ、あー、なるほど、隠れることができるんだね。これどうやって戻るの？あ、はい、主人公なんか物のつまみ方が独特だな。キットカットでも持ってんのかな、主人公。ちょ、これもう鍵いらないかな。じゃ、ここにちょっと置いて、はい。これ、え、スタンガン？スタンガン？これ何？なんか取ったけど消えちゃったよ、表紙が。なんで？スタンガンの弾薬が拾われました。はい。スタンガンどうやって使うの？え？あ？え？スタンガンは？え、ちょっとよくわかんないですね、これ。はい。あ、なんかここの壁怪しい。なんだこれ。あー、なんかハンマーみたいなの見つけんのか。はい。ちょっとね、これ、一応、口コミを見ているんですが、あの、投げる！戻ろう戻ろう。バレたのかな、これ。どうだどうだ。実際これ、あの、編集で曲つけてるかもしんないんですけど、無音です。無音というか足音とか物の交換はするんですけど BGM がないんですよね。はい。ハギワギらしきものが近づいておりましたが、なんだやつは来てないか。よし、 OK、 行きましょう。はい。ちょっとね、これ結構むずいらしいんで、一応あのゲームクリアを目指すって感じよりは、あの雰囲気を楽しんでいこうかなと思います。よろしくお願いします。よし、 OK。 さあ、ここの部屋には何がある？これは隠れるだけの棚だよな。うん、なんもない。足音聞こえるね。近くにいるわ。これベッドの下とか隠れられないの？無理だ。ここはなんか引き出しがあるとこではない。ジャンプとかできないんだね。行きましょう。大丈夫か？目の前にいるぞ、多分。あ、引き返した。ちょ、一応確認してみます。え、どこで足音鳴ってんの？こっち。これ足音でバレたりする？あ、痛い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 。向こう行った、向こう行った。こっち行こうじゃ。はい。あ、繋がってんの？え？じゃあは。ハギーが多分歩き回ってんだ。なにこれ？かぼちゃ？なんでかぼちゃ？これなんでついたり消えたりするの？あ！よし、持ち方。これどうすんの？え、かぼちゃ？え、違うよね。絶対。これ？
これでもない。なんかこの明かりがちょっと怪しいなと思ったんですが。お、近い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 。来んなよ来んなよ。どっち行くかな。バーッ！誰？誰か変なおじさんいなかった今。はい。再びなんか始まったんだけども、うん。え？どういうこと？スタンガンとかないし、どういうこと？はい。アイテムこれ捨てちゃったのかな？こっち行って、来てる来てる来てる。やっぱ押してる。拾う。来てる。奥側のクローゼットに逃げ込む。こっちだっけ？これ持って。よし、OK。バレてない？巻いたかな？このレンチどこで使うんだ？ちょっとわからないですね。グラーニーみたいな感じで、音鳴ったら来ちゃうとかあるかな？どうなんだろう？そう。これ、今いたよね？多分だけど。こっち来るかな？じゃあ注射ガンで。部屋の中結構滞在してんな。バレてる？バレてるね。完全におじさんでしょ。ただの変質者来た。危ねえ危ねえ。はい。これバレてないよね、多分。大丈夫だと思う。よし、行った。ちょっと出て。こう後ろ向きだとバレたりしない？やつのパーソナルスペースはどんなもんなんだろう。ね。ちょっと近づいてみて。お、またあの部屋行くかな。いや、違うな。階段多分降りるんじゃない？大好きだな、そこの部屋。じゃあ俺こっち行こう。よしよしよし。さっ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 さ、こっちには何のお部屋があるのかしら。あん？なんやねん、ここは。中にいっぱいあるで。あ。ちょっと待って。来てるんじゃない？これ。ここじゃない？バールか。ちょっと待って待って待って。スタンガンどこ？スタンガン表示ないんだけど。はい。これメニューを押すとなんかこれだけしかないし。このドクロマークを押しても何もなんないし、隣の1は多分死んだカウントだよな。うん。ドクロで1回死んだっていうことだと思うんで。アイテムどこ？スタンガンもこんな感じで持つんじゃないの？そう。俺1回やられた時、ひょっとしたらこう、触れられたら、バチ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 ってやんのかなと思ったんだけど、そういうのすらなかったんで。はい。多分スタンガン機能は望めなさそうだね。よし、行こう。どうにいる？一回降りるか。一回になんか、何それ？ガチャ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 ってなっちゃう、今。あー、ここで巻くのか。なんか昔さ、やったす、え？あ、車修理すんの、これ。昔さ、なんかいるー。ちょっと待って待って待って。2匹いんじゃん。なんだよそれ。おじさんの笑い声じゃん、完全に。はい、誰だよこれ。うん、ちょっと面白そうだな。リスポーンチこれやめてくんない？本当にお前動かないじゃん、全然。ちょっと待ってよ。え？そう、前じいちゃんばあちゃんに追われるさ、スマホアプリゲームのホラーゲームやりましたよね、ここ。そう、覚えてます、僕。ちょっとすぐ、うれれれれってなって、こっち側になんかアイテムあったんで、取りに行きましょうか。ハンマーや。なるほど。よし、オッケー。これでた、ブワーッ！待て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 。2匹、2匹、2匹！やめてよ！お前しつこいぞ。ええ加減に惜しいよ。ほんとに。あ。まずい。まずい。隠れる場所なかった。あ、バレてるバレてる。バレてないよね。きっとそうだよね。俺は信じるよ、バカ！やめろってだから。低い位置での暖炉ハギーワギーいいよ、うん。全然ハンマー取りに行けないじゃん。なんだあいつ、うん。ただのおっさんに殴られてますからね。おかしいよ、もう。突っ込みどころ満載になっちゃってんじゃん。監視カメラに映った！これで来ちゃうのか、なるほど。おいでおいで。さ、
ほら、ほらよ。一人にしかバレてないかな。そう思っていきます。ここはここは OK、 隠れられる。いきますよ。はい、出んな出んな、危なかった今。よーし、見られてると多分入れないんで、いったかな、巻いたってことか。よし、ここに入ってくる前にもうちょっと覗けねえかな。危ねえ、入っといてよかった。おっさん歯抜けてんだよ。ね、上下の真ん中あたり抜けてんの。だいぶ致命傷だよ、それ。印象が。ずっと風ヒューヒューになっちゃうじゃんね。口笛とか吹かないでなんかなりそうですね、あの歯の抜け方。ちょっとじゃあこれで、先ほどの、どっちだっけ、忘れちゃった。こっち。こっちに、なんかあったよね。近い？これ。これで、壊せるか。来た！来ましたよ、皆さん。なんだこれは！え？スタンガンどこだから。スタンガンの弾拾ったじゃないよ。はい。あれ？なるほど！そういうことね！クラフト台に行けば、クラフト台？どこにあったの？そこ行けば、このパーツを組み合わせて使えるようになんだ。なるほどな。ここに板があるね。これは何も出ないんで、多分、なんかするとかではないんでしょうね。これかな？クラフト台？これ全然クラフト台じゃない。あの駐車場あたりとかありそうですよね。はい。この人なんかするとか？違うな、ただの屍のようだ。ちょっとじゃあもう一回行きましょうか。こっち何？ああ、こっちは見たか。はい。あ、そっち通路あるね。じゃあちょっとまた後で見に行きましょう。これやめて。これ壊せない。壊せねえな。なんでだよ。すごい見てくんじゃん。はい。クラフト台、クラ、あ、来た。いるよね。くれないんだろうね、よくわからないわ。クラフト台君。違いますね。ちょっとなんかノコギリとかもありそうじゃん。なんだよここの家。ただこれ5日、グラニーみたいな感じで5日以内に脱出せよとかないんで、意外となんかいけるかもしんない。はい。あ、バレちゃった。これもう何もできないじゃん。何ここ。はい。あー、ここか。なるほど。いけんだろ。またあげば。あ、いけた、俺が。そんなことできんの？なるほどね。じゃ、ちょっと、あ、バレてないよね。だって、監視カメラに映ってないからね。バレてない。戻れ。よし。いいぞ。あ、お前もいんのかい。帰れよ、お前は。あのピンクのこの顔どうなってんだろうね。歩くの？歩きまんだあいつ。あ、バレちゃったこれ。ひょっとして。あ、よかった。やつらの警備も半端ないんで、ちょっと気を抜かず行きましょう。ここでやられちゃったんだよな。トンカチはもういらないでしょ、多分。はい、ちょっと車に隠れております。あれを切るためのノコギリが必要なんだね。わかりました。じゃあちょっと見つけ、喋ってる途中でしょうか！ノコギリ。なんかどんどん必要なものを見つけないといけないじゃん。ないよ。もういいじゃん、これノコギリってことで。いる。近い。しゃがむ。端に行く。どこ行った。来んなよ。ここは絶対来ないはず。多分ね。たな、多分。じゃあ今のうちに。ここは？あ、なんかありそう。なんもない。なんもないよ。何回見ても。通った。よし。いいぞ。あいつ階段あたりで背中蹴ってやろう。なんで気づいたんだよ。すごいな。今の警備も一瞬尊敬したぞ。すごすぎだろ。こっからちょっとひょっこり覗いてただけなのに、一瞬でバレちゃいましたね。え、何これ？変な文字。はい、日本語ですね、一応。多分ね、来たか。ちょっと入るか。ふぅ。
いたね、OK。 いや、いたね、うん。2匹いるからさ、怖いんだけど。どうしよう、そっち行ってねえよな。ってやって、監視カメラ、あ、待って、これ。まだこれよく分かってねえからな。どうしよう、これもう絶対バレんじゃん。ほら。ダメよ、ここ入ります。なんで入れない、あ、入れた。時々判定がなんか謎なんですよね。近い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 、いるぞ。ダブルでいる。さて、去ったかな。近くで一人止まってんのかな。今出たらまずいよな。いや、大丈夫か。よしよしよし、オッケーオッケー。どうすんのこれ。作業台って何？一瞬見えちゃったかな。来る？来ないでね。よし。これも開けて。あ、なんかあった。物の音でバレない？ガガガガンで曲がんないで頼むから。これは？え？え？なになになにこれ？なんか、キーコー、パカ！今、大丈夫？だよね。待て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 。どうですか、あ、違うな。緑色の鍵されてるところがあんのか。はい。二人で来ちゃった。二人とも歯抜けじゃん。逃げて逃げて、今なら隠れると思う。なんでだよ、全然。ちょっと待ってよ、もう残されるはあそこしかないじゃないのよ。行くか。はい。あっ！何回転もしたな、今。クラン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 。主人公丸マインなのかな。全然進めないじゃん。何これ、ゲーム。あー、来た来た来た。こっちにおびき寄せて、はないね、はい、ね、オッケー。はい、これでこれぶっ壊したいな。あもうダメだよね多分。オッケー、ここで巻くしかねえよな。はいはい、オッケーオッケー。もう何それ、仲良しかお前らは。本当に。あ、いける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 。いける。はい。な、全然閉まんないじゃん、これ。二人ともおいで。そう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 。いい、いい、いい。すごい。ほら、おいで。こっちよ。二人ともここにおびき寄せれば、だいぶいいんじゃない。はい。来た、来た、来た。初巻き。ハチマキがめっちゃなまったみたいになっちゃった。ここここここ。いける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 。初めて来まして、バールがどこにあるかわかんないもん。ここ何個もあんだけどね。いやー、ちょっと。え、なんもないの？あれよ。さすがに。え？これさ、脱出できないとこないよね。怪しいぞ、でも。広い広い広い、ない。どこにいたんだよお前。本当に結構広いぞこれ。マジか。でもなんとなくコツはつかめた。やつら2人を一気に2階におびき寄せて、その間に1階を調べるみたいなのを繰り返せばいけないこともないんじゃないか。あっち行ったね。あっち結構広いからな。こっちだ。お、一応これ持っといて、向こう側でなんか使う気がするもん。おいね。よし、オッケー。いいぞ。さあ、こっちだ。そう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 。ちょ、一瞬見失うな、お前。完全にあのピンク俺のこと一瞬見失ったからな。よし、オッケー。今のうち、あ、待って、ハンマーここでも使えんじゃん。ハンマーこの辺で落とさなかったっけ。来た。いけます。ゴー。ふぅ。バールや！来た！この勝負もろたれくど。愛は西の高校生探偵、ハットリ。ほら、こっちだ。お。さっさとおいで。お。よし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 。一体しか全然がない。うん。はい。よし。さあ、ちょっと緑色の鍵はよくわかりませんが、まあ、とりあえず行っちゃいましょう。さっ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 さからの、ですよね。バール手に入れたいよ。さあ。あ、こっちじゃねえか。向こう側だっけ。
ちょっと待ってね。ここに、あったあったあった。よし、これでバールで開ける。来た。どこに繋がってんだ。はい、ここかい。よしよし、ここはいいよ。繋がんなくて。一回も多分あるでしょ。バール。これで逃げやすくはなったけど、おいでおいでおいで。さっ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 さ。ほら、ここだよ、タコ。しゃがんでる、しゃがんでる！なんでよ！しゃがんでたのに。やべえわ。ついにコントロール無視してきたぞ、これ。マジ？ここでしゃがまないとしゃがめないのかな？もう一回やっていい？あ、やっぱりそうだ。なるほど。この手前でしゃがめと。ほら、おいで。デジャブだな。この感じ、デジャブだぞ。おいで、こっち。ああ、そうだよ。ああ、タコが。よし。じゃあ、タコはほっといて、こっち開ける。行く。シューターに下がるで。あ、ただこれ、まずいぞ。ああ、いけるかな。行こう。大丈夫、大丈夫。私ならいけるわ。オッケー。素晴らしい。素敵な作戦だわね。あれ？ダメだった。いるいるいる、後ろにいる。はい！キャッ！危ねえ！すーごい危なかった、今。危機一髪やで、ほんとに。何ここ。オッケーオッケーオッケー、広すぎ、マジで。これどうやって開けんの、ね、またノコギリ寝てんじゃん。タイヤ持ち方、うん、これちょっとさ修理するためのもの、はい、修理するため、はい、わかりました。じゃあちょっとこの修理するためのものを持っていきましょう。車の方にさ、一応持ってくけども、はい、けどもけどもよ。上のアイテムどうだよ、何か。こっちか、ちょっと見て。よしよしよし。タイヤの歯、どこにいたの。すごい、ずっと待機してない、そこに。え、何この CM。 うん、はい、まあまあ、じゃあ汚、すごい汚かった今。うん、木切って、家建てて、一級建築士になれ。やばかった今のおじさん。本気で資格取りに行ったら半端ない、なんか名建築家になれますよね、多分。はい。もういい。やられる覚悟で。お前ずっとそこにいんな！ずるない？それ。よいしょ。OK。危な！こいつの動向を伺おうぜ。Hey, you! これいける？いやいやいや、ずるいってそれ絶対。おい、閉めて閉じ込めて、こっち見る。あ、ここ、ひょっとして作業台。ノコギリ来たー、やったよー。カツオ兄ちゃんどこですか。カツオ兄ちゃん、これで切るです。そこにいるんだろ、どうせ。またよし、これナイフあるよ。え、どうすんの、これ倒せるやつら。赤い鍵、さっきあったよね。これやっちゃいます。ノコギリより強いでしょ。いっちゃいましょう。ほら、おいで、こっちやで、お前。ほら、あっ、ノコギリはここに置いといて。いるよね、多分。痛い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 。ふぅ。危ない危ない。もうダメだよ。それ左側行くとさ、監視カメラで見つかっちゃうし、基本的に奴ら監視カメラずっと見てんのかな？なんなのそれ。このナイフ何？はい、ちょっと赤い鍵手に入れたんで、手に入れたというか見つけたんで、はい、いつか使えるのをね、使える機会をね、伺いたいんですが、こやつがそうさせてくれません。よし。
さすがにここないだろもう。よし、オッケー。これは？ああ、なにこれ？持ってない。どういうこと？これ隠れられるよってこと？あ、これ大丈夫なの？はい。ちょっと僕隠れておりますが。来てるよね。今いるわ。めっちゃシュールじゃない今の光景。うん、いったね。はい、ちょっと待って。あ、ひょっとしてナイフでさ、これ切ったらなんか出てくんじゃないの。これ開かない？開くんだ。え、これ何マジで。え、よくわかんねえよ。ちょっとこっち行って。オッケー。ピンクバギーがさいる部屋行けないですね。こっちは、あ、そこや。オッケーオッケーオッケー。開けて、よし、どこだこれは。もういらない。はい、あぶね。いい感じや。バレてないよね。来るようになっちゃったりなんかしちゃったりなんかしてない。これ何。あ、破るように、え、破るように道具が必要です。はい、これもノコギリかな。これひょっとしてソフトに消える。なんか物があるぞここに。これで。あー、広い、すんごく広いわここ。これ壊れんじゃない。すごい、どこ行くの破片、ね、なんだよこの音は。これあればあいつら倒せんだろう。はい、あ、来た、ノコギリの場所に。これで来てどうするのこれ壊せないし。え、ここ来てなんかアイテムあるとかじゃないの。違うね。どういうこと。え、なんでここ来たの。斧取って入るだけの部屋、意味ないじゃんそれ。アイテムなかったら意味ないやつよそれ、うん、どんどん開けておりますが。あ、ここも行けるんだ。広いな。これは違う。こっちかも解放して。はい。うわ。これも、あ、なんかあるぞ。ああ、なるほど。タイヤとガソリンか。ああ。これで斧が有効に働いたことを示されましたね、今。いっちゃうよん。車の元へ、ゴー。ガガ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 ガ。オッケー、いいじゃないですか。車のタイヤ、もうすぐそこよ。これもうやられちゃった方が安そうだな。でもギリギリまで粘るぞ。ここも壊せそうだもんね。よし、いいじゃないの。あ、ですよね。はい。ノコギリ、ゲッチュー。よし、このノコギリで、いる、後ろにいるんだよ。来て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 。切れない。全く切れなかった今。ひどい。あんちゃんこっちだよ。おいで。ギリギリで行かないと。よし、オッケー。バレてないね。はい。切ります。そい。ふぅ。さあ、この板を上に通しに行きましょう。さっ。くる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 。上からか。こっちまで来たりする？前でやったのもから。タイヤ、タイヤ、ここにいるんだろうどうせ。あ、これ取って、よし、オッケー。さあ、タイヤ持ってっちゃおう。どこにいるんだよ。さあ、え、お前ここ好きだな。ここか。なんでつかねえんだよ、おかしいだろ。へえ、来たぜ。車の車輪を見つけてください。車輪見つけたじゃん。なんで。はい。あ、察した感。さあ、レッツゴー。この板を上に装着しちゃうぞ。このさ、板を設置した向こう側には何があるんだろう。さあ、行くでー。おじいちゃんでー。
本当にまっすぐ進んで、安全地帯です。なんか出てきたよ。あれか、感想か。はい、とりあえず閉じて。ここや、緑の鍵どこ？緑の鍵？どこにあったっけ？わかんねえな。ここねえもんな。うん、かぼちゃしかねえ。はい。ダメだ。あ、なんか文字が消えてってる。なんで？ここ。来てるね。ちょっと待ってください。バーターマッサー、緑の鍵ね。地下行って緑の鍵を開けると、いたか。お、こっちまで来ないでね。よし、戻ったね。 OK。 さて、やつがいなくなったら、あ、いなくなったね。ちょっと階段気をつけてね。どうしよう。これ、そこの部屋かな。そこの部屋入ってるよな。今の下ポーンと落ちたいんだけど、カメラがね、邪魔で。ちょっと行きづらいんですよね。緑の鍵どこいたっけ？これなんだ？うわ、なるほど。ちょっと待って、監視カメラ見た瞬間やつ来るんだ。もうどこまで来るの君は。すごい笑うじゃん。あ、待って、あった、緑の鍵来た。ちょっとこれで上行きましょう。来る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 。だよねだよねだよね。じじじ、行きますよ。よいしょ。あー、これです。このナイフ何、本当にパンさ、目の前でクリックしたんだけど、なんかね、何も反応なかったから、多分パンを切るとかじゃないんだよね、おそらくね。ちょっとじゃあ、あの扉の向こうには何があるのか、ラフィタがあるのか確認していきましょう。よし、 OK。 なんだここ、ずいぶんなんか遠く、ここかい、ようやく。けども、うん、これどうすんの。はい、鋭ナイフだ。ここで使うのね。わかりました。じゃあちょっとこれでぶちかましましょう。はじわじ、どこですか。これぶちかますです。あ、ちゃ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 、はい、オッケー。弱っ。じゃこれ持ってちょっと上行きましょう。めっちゃ弱かった今、ふにゃんつって。可愛かったな。はい、じゃあちょっとこの緑色の扉の先行きましょうか。ようやくナイフの使い道が分かったよ。さあ、いいぞ。結構進めてるんじゃないか。はい、これ作ったからね。はい、どうだ。え、金庫を破るように何か鋭いもの。斧じゃねえよな。いや、これじゃないんすか、鋭いもの。これじゃないんすか先輩。ちょっともう一回じゃあ確認しないと。斧とずっと倒れてんじゃん。大丈夫。じゃあ行きますよ。浮いてんなお前、すごいぞ。はい、5発もあるんだよね。ちょっと一回バレて、よし、来たな。来た来た来た、行きまーす。 OK。 はい、夫婦漫才ですね。さあ、ちょっとここら、ちょ、あっち行くの大変なんで、この辺にスタンガン置いといて、はい、就寝中。ちょ、二人とも今、お休み中なんでね。鋭いもの。これやこれや、え、これじゃあちょっと鳴らしといて、上行こう、上。やったー、来てるぜ。これで開けんのか。ナイフよくわかんないよね。どういうことよ。さささささささ。開けれ！なんもない！え？嘘でしょ？なんで？これどういうこと？マジで。カチャレンじゃなくて。いや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 。金庫を破る、破るように。
あ、ひょっとしてここの先がハンマーか斧で壊れるとか。ハンマー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 カマハンマーカマハンマーカマ、こっちにあったよね。しょっけ、ちょっと待てよ。ノコギリもある。斧がちょっともう覚えてないんで、はい、これ破りに行きましょうか。やつら復活しちゃってんね、多分。来るかな。あ、いるな。あっち行ったね。よーし、オッケー。さあちょっと確認どうだろう。なんかいける気がすんな、これで。今のとこ開けたんで、ひょっとしてこれでナイフかもしんないね。これじゃない、鋭いもの、これ。いけないじゃないのよ。ないのよ。なんもない。なにそれ。そのつまむポーズやめて。うん、独特なピースを表現してんのかな。え、この指どうなっちゃったの。ねえ、もうアイテム持てなくなってんじゃん。え、いや、これ一番謎だわ、マジで。これだって拾うと、ほら、それを使って金庫を破ることができます。うん、破ったけども、その先に何も得られるものがないよ。うん、でちょっと1階のさ、あのなんかパスコードみたいなの調べていい？そう、あれ気になる。あ、来ちゃってる。いないね。よし、あれ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 、これ何、これ切るんじゃない、ひょっとして。これニッパーだ。来た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 。せーの、パン。はい、ちょっとこれニッパーだ多分。え、ニッパーどこ置いたっけ。覚えとらんがな、僕全然。ここにノコギリがある。いや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 、来ちゃったよ。ちょっとじゃあ撃っといて。はあ、なんで。はあ、もうダメよ。もったいないことしちゃったな。まあいいわ、どうせ復活するからね。浮いてるぞ。うん、にあった、こんな近くに。これやるか。この曲やかましいですね。これじゃないんかい。こっちに繋がってる。こう繋がって、あー、監視カメラに繋がってて、うん、なんもない。これなんだよ。ピーピーピーじゃなくて、やかましいぞ。誰がつけたんだ、これ。あ、俺か。うわぁ！そんな方法があったの？これじゃないの？おぉ、もうむずいって！これマジむずい。はい、皆さん、聞いてください。どうやらですね、さっき言ったさ、あのおじいちゃんおばあちゃんが追いかけてくるっていうホラーゲームに似てるって言ったじゃないですか。全く同じ間取りだったわ。で、ちなみにこれまだ世界で誰もプレイしてないんですけど、で、あのそのじいちゃんばあちゃんのゲームの間取りと一緒だから、一応そのじいちゃんばあちゃんのやつを調べてみたんですね。そしたらバグや。これバグや、みんな。あのプラスドライバーとか、そう、全部ね、あの流れが一緒なんですよ、そのじいちゃんばあちゃんのゲームと。このプラスドライバー取って、あの金庫開けたらパスコードがあるはずなんだけど、でそのパスコードをね、ここで打つんですよ。で、このレンチで開くはずなんだけど、開かないっていう。なんだお前、本当に。はい、よし、アリのゲーム。アリのゲームもういいよ、もう癒されるわこいつで。はい、ちょっとダミーなハギワギでしたか。この子が本物ですね。はい、こいつがね、ずっと監視カメラで見てるかなと思いきや、あのピンクが見てるんですね。いや、ちょっとバグで進めなくなっちゃったんで、はい、一応1時間半ぐらい今プレイしてるんですが、ちょっと残念ですね。なんだよ、なんかおかしいなと思ったもん。うん、こいつの顔面見た時からなんかおかしいと思ってたもん。流行りに乗っただけで完成しなかったタイプのゲームじゃん。はい、で、皆さん実質もうゴールしたようなもんです。はい、あとね、さっきさ、ニッパー使って監視カメラ切ろうとしたじゃん。あそこもね、本当は切れるはずなんだよ。うん、だけどバグってます。完全に。はい、そう、あれ切って
って監視カメラ見れなくなるんだけども、その後ですね、そのドライバーでパスコードが入って撃つって言ったじゃないですか。それ撃った先に車のキーがあるんで、その車のキーを持って駐車場を行って、あの車で脱出するっていう流れでした。はい、それでクリアだったんで、もう実質クリアってことでいい？いいよね。はい、これでも飽きませんね。よし、じゃあ、ここまでご視聴ありがとうございました。お前かい。はい、ということで、ちょっとでもね、小田健頑張ったという方はぜひ高評価をしていただけると嬉しいです。はい、でもしよかったらですね、チャンネル登録もしていただけるととても嬉しいです。はい、ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。またね、ハギーワギーのゲームやっていこうかなと思うんですが、ちょっとこれはなかなか鬼畜だったね。システム的にもなかなか過酷というかさ、はい、変質者が追ってくるっていうこのゲームでした。ここまでご視聴ありがとうございます。ではまた次回の動画でお会いしましょう。脱出させてくんねえかお前ら。なんだその顔は。痛いよ。